こんにちは、花形まさきです。皆さんお元気ですか？今日は6月28日、今朝起きてこれ撮っていますが、高知県は今日はどんよりした重たい雲があります。もう少ししたら梅雨が明けるのかな、明けたらちょっと急に暑くなるんだろうなと思っています。今日第3回目で心なしかこう喋るのがちょっとリラックスできているような気がしています。そんな感じしませんか？1回目から聞いてくれた人だったらこの空気が伝わるんじゃないかなと思って、最初は当然俺全然喋るの上手くないし、上手くないというか下手だから、まあ、それは自覚してやってたんですけど、それなりに喋るの下手だけど好きだからできるんじゃないかなと思ってやってみたら、めちゃくちゃ下手でやっぱダメだったなと思って、でも なんとか続けています。聞いてくれてありがとうございます。最近ここ1週間は何やってたかというと、音楽作ってました。新しい曲作ってて、なんかそればっかだなもうほとんどできてて、あとは細かい調整だけやって、リリースに向けてちょっとずつ進んでいこうかなと思って、います。1曲なんですけど、リリースしたらぜひたくさん聴いてください。なんか自分の中ではすごいいい曲ができたなと思っています。 Talk to you、お便りを募集してて、1通送ってくれた人がいたのでお便りを紹介したいと思います。ペンネームかな、シカモンさんです。はじめまして。通勤中にいつも花形さんの音楽を聴いて癒されています。特にレインボーが大好きで、楽しい曲調なのに切なくもあって背中も押してくれているような気になります。いつもどんな時にメロディーや歌詞が思い浮かぶのですか？ありがとうございます。レインボーを聴いてもらえて嬉しいです。こうよくミュージシャンとかアーティストの方がこう曲が降ってくるとかってよく言ったりするじゃないですか。自分の場合はそれがあんまりなくて、もう作ろうと思ってもうひねり出すような感じでいつも作っています。もう作ろうと思って、ギター持ったりこう鍵盤に向かったりっていう感じで作っています。もうひらめくっていうよりかはイメージとはこう重たい扉をぐわーっと開けるような、ゆっくりゆっくり開けていくような感じで、ちょっとずつ作っていくようなイメージです。いつもどんな時に、やっぱりこう楽器を持っていたりするときに作ったりすることが多いんですけど、ごくごくたまに、で 今本当にちょっと今思い出したんですけど、1ヶ月ぐらい前にこう寝てるときに夢の中でなんか、あ、これいいなと思って、でトイレかなんかで起きて夢の中でひらめいたのか聞いたのか、そのメロディーを覚えてて、iPhone のボイスメモに録音したんですよね。それを、今思い出しました。録音してからまだ聞いてなくて、この録音が終わったら後で聞いてみようかなと思ってます。どんな音楽だったか今は全く覚えてないですね。ありがとうございます、シカモンさん。歌詞、そうですね、歌詞は書こうと思って書かないと出てこないタイプなので、いつもはこう、レインボーの時はちなみにメロディーが先にできてて、それに合わせて歌詞を書いていった記憶があります。昔はずっとメロディーが先、曲が先にできてたんですけど、最近は歌詞の方から作ったりもしていますね。嬉しいです。背中も押してくれているようななんで、作ってよかったなと思います。これからもたくさん聴いてください。ありがとうございます。今回お便りをくださったのはシカモンさんだけだったんですけど、前回、配信した時に YouTube のコメントでミュームームーさんから、コメントでお便り送ったらいいなみたいなコメントがあったので、こちらをちょっと読ませてもらいます。前から何度も何度もお聞きしたかったことです。演奏もご自分でされルートのことですが、大体何種類くらいの楽器を演奏することができるのでしょうか。またどうやって学ばれましたか。コメントをいただきました。ありがとうございます。細かい楽器を合わせると本当に何十種類
最近の楽曲はそうでもないんですけど、マーベルっていうアルバムがすごいたくさんいろんな楽器演奏しました。なんか珍しい楽器で、これどうやって演奏したらいいのかわからないような楽器も友人から借りたりして、演奏方法もこれでいいのかわかんないけど、とりあえず録音して曲が良くなったらもうそれで OK みたいな感じだったので、なので本当にいろんな楽器を使っているんですけど、ちゃんと演奏できるのかって言われると全然全くそんなことなくて、ちゃんとっていうか、演奏できるのはやっぱギターと、まあ、強いて言えばウクレレマンドリンぐらいで、他は本当録音するための編集技術あってこそのちっちゃいピアノ弾いたり鉄琴木琴叩いたり、リコーダーとかもそうですね、まあ、リコーダー吹くのが好きでちょっとずつ上手くなってきたんですけど、でも全然そんなちゃんと吹けるかみたいなこと言ったらかなり怪しいですねでもこう楽器を演奏したいっていうの気持ちはもちろんあるんですけど、まあ、それより先に音楽を形にしたいっていう気持ちの方が強くて、まあ、そのために楽器を演奏してるっていうような感じでしょうか、うん、楽器たくさん鳴ってる曲が、まあ、自分自身がすごい好きなので、こう録音技術、まあ、編集技術のようなものがこう、うん、自宅で録音できるようなテクノロジーみたいなのが、そういったものに助けられながら音楽作っています。楽器の音とか演奏にも興味を持ってもらえて本当に、嬉しいです。ありがとうございます。今ちょうど作ってる曲でも今まで使ったことのないような楽器や音も入ってたりするので、ぜひリリースしましたらたくさん聴いてやってください。ちなみに今日6月28日はパフェの日みたいです。デザートスイーツのパフェ、なんでパフェの日だったかっていうと、1950年6月28日に巨人の藤本秀夫投手が、日本プロ野球史上初となるパーフェクトゲームを達成した日ということで、なぜかそのパーフェクトゲームでパフェの日となったようです。皆さんパフェは好きですか？俺も好きですけど、あんまり最近作ったかなと思ったんですけど、なんか思い出せなくて、多分10年以上食べてないな。楽しいですよね、テーブルの上に来ると、うん、メロンパフェとか、うん、久しぶりに食べたいな。あの話、こんな感じでダラダラと話をしていますが、この辺で、今日の一曲を紹介します。花形まさきでレインボー。記憶を辿ってゆく魔法が解ける前に、浮かぶ気球羊の群れ、踊り出す雷雲、ゆらゆらりゆらりゆらゆらり、ひくらら囲った山、緑から街へとかかる道を探した星が一つ流れて、街の外れに落ちた。サーカスに長者の列、風船が割れる音、騒ぎ出す小鳥の群れ、踊り出す雷雲。
かれて街の外れに落ちた。このまま脱がされたらどこへたどり着くのか。天国への扉を叩く時が来るまで、叩く時が来るまで、魔法が解ける前に。聞いてもらったのはレインボーでした。このレインボーはすごい最初の方に作った曲で、パナマっていう曲とこのレインボーっていう曲を作っ、どっちか先かわかんないですけど、一番最初に作った曲かもしれません、うん、これから音楽活動を続けていきたいなと思って、大事に大事に作った記憶があるので、やってやるぞみたいな気持ちが内包されているかもしれません。でもそういうのってきっとありますよね。僕が好きなミュージシャンの曲でも、あ、なんかこの曲特別な思いを込めて作ったんだろうなみたいな、そういったこう気持ちというか、そういうエネルギーみたいなのを感じることもあります。で、今新しい曲をいくつか作ってて、なんとか早く形にして作ってます作ってますっていう、そういうね、なんかもったいぶった感じじゃなくて、どん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 発表してリリースしていきたいなと思っているので、聞いてもらえるように早くリリースします。じゃあ、引き続き番組、ポッドキャストトークというも続いていきますので、もし何かこう、あの、お便りありましたら、ぜひ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 メールください。メールアドレスはこの YouTube の画面と、あと概要欄の、ところにも、テキストがありますので、そちらまで、まさきはなかた @gmail.com です、はい、そちらまでぜひお便りください。じゃあ今日はこんなところかな。今ね、あの、俺が話してる部屋の前に大きな山があって、まあ、よくいつも鳥の声が聞こえるんだけど、多分ね、フクロウっぽい声が聞こえて、ね、今ちょっと聞こえるかな。みんなが想像しているよりずっとずっとすっごい田舎のね、山の中にいるんです、はい、最後の最後になんだこの話。今度、あ、そうそう、俺ね、最近あの、フィールドレコーディングをしてて、こうどっか行くたびに面白い音があったら録音したいなと思って、こうハンディレコーダーみたいな携帯してて、フローの音が取れたらここで紹介したいなと思います、はい、じゃあまた来週今日ぐらいの時間にお会いしましょう。毎日いいことあったり悪いことあったり、ね、いろいろこう一筋縄ではいかないことばっかりですけど、きっとみんなの日常にもね、いろいろあるでしょう、うん、なんとか一緒に乗り切りましょう。もしよかったら僕の音楽聴いたりして気を紛らわしてもらえると嬉しいです、ぜひこれからもたくさん聴いてやってください。じゃあ今日はこのところで、花形まさきでした。で、どうもありがとうございました。また来週、さよなら。閉じてしまった。